何がいい？いや、私来た来た。よし、お疲れ様です。今日の動画ですね、はい、サムネが多分最強の動画です。すごい交通事故、うわ、再起不能。マジか。何も知らんの？何の話ですか？事件は土曜日に起こってほしい。まあ、笑い話にしちゃあかんけど、ケンちゃん、事故で、自損事故で、何を入院しようって。土曜日？誰も知らんの？今日いきなり朝電話かけてきたから、あとで病院行くって言ったんだけど、今コロナが肺炎って言って、じゃテレビ電話しようかって言って、本当にこれ、もう本当に笑い話にしちゃあかんけど、もう多分、半年とかぐらい、さっき。半年？本当に？いや、無理だろ、あれは。腕がもうすごいんですよね。腕気持ち悪いし。じゃあミッチーくんのことは頭パッカズがしちゃったから。でも本当にそれちょっと腕が気持ち悪いって。どこで？マジ？笑い話しましたからだけど。マジで？ケンちゃん。もう本当に笑い話しましたからだけど。大丈夫？ケンちゃん。大丈夫ですか？聞こえます？うわ。うん、やばいでしょ。大丈夫です。もう一回、もう一回。しかも肉えぐいって骨が出た。もう一回。え、どういう状態？うわ、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 ちょっと。これしかもあれだよ、これ全部スポンジごとここに入れとんだって。全部えぐれて、もう抜けないんだって。え、何ですか？指、それ。指のこれ複雑骨折でしょ？いや、複雑じゃないと思う。あ、なんかいいかもしれない。うん、ちょっと待ってください。すごい。えぐいだろ。えぐいっすね。え、骨折れて手術でこの状態ってことですか？そうそうそう。無事えぐいやろ。え、手だけですか、手が。歩いてましたもんね。指は骨折してる。いけない、いけない、いけない。えぐいね。ちょ、手見せてください。痛いの？うわぁ。痛くない。痛くないわけない。痛くない。だけど、仕事復帰できるのかな？どれぐらいで復帰できるの？木曜日に、うん、手術して、うん、10日ぐらい、うん、で10日ぐらい、なかった2週間ぐらいで退院で、うん、そこの中リハビリやるらしい。え、普通に動くようにはなるんですか？だけどやっぱり動きが痛い。どうも痛いです、ね、だってこういうところの腱がここがバッサーいってるわけだろ。今まで通りに動かなくなった。骨が全然出たちとやば。これ だいぶかかるんじゃないですか、治るのに。うん、普通にね、なんかわかんないけど、めちゃくちゃ軽いんですけど。戻そうと思ったら勘違いかかる気がするけど。あ、勘違いちょっとするんですよ。って言うとったよ。もう3ヶ月、4ヶ月ぐらい仕事できんかもしれんね。俺、半年ぐらい無理かなと思ったけど。手使う仕事ですよね。だけど、その事故の原因っていうのは何なんですか？居眠り。居眠りしちゃったんだ。で、それは何？もうね、家の近く、どこで事故ったんですか？家から、多分5分？うん。うわ、もうほんとすぐそこだったんだ。うん、でもそういうところで危ないんだよな。だんだん気が抜けるんだよ。まあ疲れとって、うん、酒飲んではないですよね。ないない。酒飲んだら即首だよ。それは間違いないです。マジで死なんくてよかったです。えぐいだろ。えぐいっすね。えぐいて、もう固まっちゃった、固まっちゃった。じゃあケンちゃん、あの中継終わります。やめやめやめ、止め方が多分寂しかったよな。一人で今から2週間一人ですもんね。やばい、孤独との戦いですもん、今から。もうコロナだから行けんとか言うの。私とかないんですか？どこに入院するんですか？行きたいです。あ、行きたい、近いですね。なんでこのところまで運ぶんだろうな。なんで家西区なのにこっちまで救急がなかったんちゃう？多分受け入れていけないんじゃないですか。そういうこと。ないといろんなとこ転々するじゃないですか。手がある中なんですよ。なんか専門のあれがあるじゃないですか。あ、そうそう、専門医がいないと。俺もだってあそここう潰したとこ、剣あそこだろ。どこに来てくれでした？お前も…何やったんですか？顔直してるんですか？ミチ君、そこじゃなくてこっちだったんだよ。ミチ君、こっちだったんだよ。腹もあったよな。内臓もできてたよね。内臓2回外しようよ。そっちの…内臓2回外しようよ。本当に異次元すぎるんだよ。不思議そうだよ。不思議だろ。でも、本当に知らんくてよかったですね。まあ、そうだな。でも、単独ってことですね。単独より相手もいいよ。
そこが救いですね、うん、単独で、うん、手の怪我だけで済んだって言ったらあれですけど、まあ、まあでもそうだよな、こうやって笑い話にできるから、うん、そうですね、そうそう、健ちゃんが昼間しゃべってさ、もう病院行けんならまあ、YouTube 撮るもんで、ヒゲ剃っといてよって言ったら、うん、マスクしとるでしょ、大丈夫でしょ、もうヒゲ剃りすらもないんじゃないですか、手使えんのよね、そうそう、でもまあ保険も降りるっていうか、あの会社保険で降りるみたいな、あ、そうなんだ、よかった、うん、戻ってきたらみんなでいじめな感じで、あ、もういじめなんてもうこれだろ、もう戻ってくる場所ない、もうこれ、いや戻ってくる場所なし、これです、ケンちゃんこれです、ドバに住ましときゃいけないですか、そう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 、そうそうそう、番犬、もう多分あのもうやることないもん、ずっと一応番犬、番犬チェンジ、番犬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 、絶対言うと思った、佐藤番犬氏、絶対それ言うと思った、番犬氏は笑い話で、ケンさん話だとダメだった。いいじゃないですか。ちょっとみんな。明日の追い込みの材料で。これ調べてんじゃん。え？これ調べて。もうあの時間一日かけてこうやって指でこう指とこれでこうやって打つ。いやあの休みだったもん。配信やったらどうですか。おもろいかもしれんすよ。でも面白いかもしれん。あの人。いやから。ああどうですか。喋るの得意だから。あそうか。優勝配信でみんな。チャリンチャリン来てくれるかもしれない、ありえるかもしれないですよね、あ、面白いかもしれない、カンティで1本だけ渡して、うん、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、カンチせんからって、あれがだってもう手術した後、手術して、なんかスポンジみたいなのが入ってる、でも木曜日に手術するんですよね、もう一回木曜日に手術できますね、あ、もう一回とりあえずの手術をするんですよ、だからスポンジは何もつけるの、これは本物じゃないよ、これはそのあれだよ、でもその分肉がないってことですよね、もうそこ全然だから肉が削れてるんですもんね、これどうなったらそうなるんですかね、でも逆に運転したら運転してすっこんなんですか、記憶もないじゃん、寝ちゃってるから、寝ちゃってるから目が覚めたら、そうそう、目が覚めたらもうなんか気絶がちょっとそんな感じです、まあ、ちょっとまあこんな話であれですけど、あとはその4月の3月、3月のオンラインセミナーみたいなのをちょっと3月23日であと4月の2日に足場の以前そのレシコがないだからそこ多分連絡入れると思うので、ちょっとまあコロナが終わってるぐらいかなと思ってますので、ぜひイベントもやりますので、ぜひそちらの方の参加よろしくお願いします、お願いします、あ、チャンネル登録もしてるよ、マジでしょ、岡部さんのあの言葉借りたら、何になった、あなたの1秒ください、僕にください、あなたの1秒ポチッとな、ポチッとなポチッとお願いします、まあ、ないね、ポチッ